東北芸術工科大学の卒業・修了研究制作展の関係者向け内覧会が6日に行われ、7日に一般公開が始まりました。2学部16学科コースの学部生や大学院生569人が絵画や版画、工芸などを出品しています。向こう9メーター20で、高さが3メーターほぼあります。一番は形がすごくかっこよくて、地面がつながって、それがやがてこう地球のこう半球につながってくるっていう部分にすごく感動を覚えて、でそれを形にしたいっていう思いがあったので、空の雲の動きとか、光が入ってきたことによって色の移ろいが変わってくるかっていうところをすごく苦労した。自然の持っている形と建物の対比というところにすごく工夫というか、見た時にあ、これは街でその上に見えるのは自然があるっていう感覚になるのかなっていうのが、やっぱり一番工夫したところかなっていうふうに思います。ロッキングチェアっていう揺れる椅子を組み合わせて、叩く面を3つに増やして、普通のカホンよりも音数を多く増やして、で演奏方法も揺れることによって、そのパフォーマンス性の向上、多分世界に1台だけしかないと思うんですよ。こういった新しいカホンをもっと世界中で使われていったらいいなと